間違えてるよね絶対に。あ、合ってるのこれ。え、合ってるのこれ。バンプストップは何なのこれ。びっくりした、俺左右間違えたかと思ったよ。いや、あ、間違えたわ。はい、間違えました。あ、これね、あれですよ、お腹空いてるのが悪いんですよ、全ては。全てはね、お腹空いてるのが悪いんですよ。僕は悪くないんですよ。これあれだよね、このダイエットハイとか言って、この空腹が心地よくなる時があるんでしょ。なんかね、そのくらいになりたいよね、なんかもうなんなら、うん、そしたらもうほっといても、それ拒食症になるからダメだ、うん、こうだな、こうだ、よし、ここだ。もうこれなかなかですよ、これすごいな、この構造も。これあれだよね、ダサ菌のあれ M07 ん ?08?7?7 ぐらいから始まったよね、このね構造ね。これでもあのすごくいいよね。サスアームはねちょっと渋いです渋いけど、どうだろうな、もしかしたらまあ走ってるうちになんとかなる程度ですけど、ベテランさんなら多分これ許されないでしょうね。まあただラジアルタイヤの 15.5 ターンぐらいの速度、行きラジアルタイヤと考えると、まあ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 一旦このまま様子見ちゃおうかなって考えちゃうレベルのです。一応自重では落ちます。でもスローでしょう、ほらすごいでしょう。これでもね走りには影響します。するんです、するんですよ。だからこれどっちでやるかよね。まあオプションの多分アルミ製のやつ入れたら解消するんだろうけど、悔しいでしょそれって。悔しいじゃないですかね、これ悔しいんですよこれね、こういう時はねちょっと試しに一回このサスマウント緩めて、一回緩めて、一回緩めても、これね、緩めても重いから、多分ね、ダメだね。緩めて締め直すとね、ちょっと解消するときあるんだけど、緩めてもダメだから、これね、もう全部渋み取ろうと思うと、サス、リーマ、ストレートリーマを通さないといけない、多分、サスピンに。だから、ちょっととりあえずこれでいくわ。うん。前後方向の型はこれね、1.5 ミリはあります、はい、でも問題ないです、これでいいです、うん。このフロントのこの立てる型が原因で、あのね、タイム成績は多分ねそんな変わんないですよ、うん、はい。ちょっと反対側いきましょう。あなたはもう忘れたかしら、赤い手ぬぐいマフラーにして。今なんでこれ出てきたかっていうと、あのね、僕の笛の師匠がいるじゃないですか。師匠ですね。師匠って言っちゃっていいのかな。師匠がいるんですよ。師匠のねオリジナル曲に、僕の好きな曲で Love Tree って言うんですよ。 Love Tree Tree っていうのは木の Tree ねそのね一瞬のフレーズがね、この神田川のフレーズちょっと似通ったとこがあってで、これまあ本当は内緒にしてるんですよ今ね。でもこの動画出る時っていうのは多分ね、この内緒でやってるっていうのはもうバレてる時なんで、今はもういいんですよ今内緒で勝手に練習してるんですやっぱね、オリジナル曲をこう、ね、弟子がこう覚えて聞くの多分ね嬉しいはず。僕が逆の立場ならねめっちゃ嬉しいはずなんで、ちょっと喜ばせてあげようかなと思ってねまあでも曲自体がいい曲なんでね、耳に残るし、すごい素朴なすごいいい歌なんですよ。ちょっとね5番まで終わったんで、渋いです、渋いです、渋いです。これ他の人どうしてんのかな、これもう放置してんのかな、許容範囲だって言ってんのかな。まあこれ許容範囲だっていうベテランさんもいるとは思います。そういうレベルです。こういう時ちょっとね強引にこうクッとね、クッとこういうのもね
強引ですけどありです、樹脂なんで、うん、ちょっとこう揉んでこうなんだろう揉んでこうね、あーもうねお腹好きすぎて力が出ないわマジで、悟空の気持ちも分かるわマジで。あちょっと軽くなったよ、ちょっとなった、あんま変わんねえな、あんま変わんねえなこれ、うん、まあ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 とりあえずこのまま行きましょう、うん、まあ、多分もうあの走行性能を著しく阻害するほどの重さではないです、うん、だから本当完璧ではないにしても著しく阻害する、とこういうスムーズさっていうのは実はこれ力かけてもまだ全てのパーツ樹脂パーツにしてもサスシャフトにしても表面の傷がないんですよね、だから実は圧力かかってもスムーズなんですよね、うん、だからこういう状態も含めて新車はよく走ります、いくらねガタドって軽くてもサスシャフトであったりサスマウントの中のとこね接地面積がこうギュッと押して渋くなるようなそういう細かい傷がついたりしてるといくらこうね無負荷の時に軽くてももうね新車のいい動きってのは出ないんですね、新車の時の異次元によく走るっていう動きっていうのはこの多少のこの重さというよりもどちらかというと素材に対しての傷がついてるかついていないかっていうのがすごく影響してきます、これはね今いいこと言ってますよ、うん、結構多分自慢ですけどこれに気づいてる人ってのは そんな多くはないです。なのでかなり進んだことを言ってます、はい、もうちょっとお腹空いたんで6番、まあ、この細かいのをね僕この空腹の状態でできないんでちょっとね菊十三という大阪のかなり老舗さんなんじゃないですかね、これを昨日いただいたんです、ありがとうございます、これはね、ちょっとお腹すいたの食べますわ、あーいい匂い、こドラえもんが見たらめっちゃ羨ましがるよね、もう味が奥深いのとほんとこうピタッと止まってる、ピタッとこうね、この小豆はダイナモンですな、栗が入ってますな、うん、なんかね味が濃いのよこれ、なんだろうこれ、この風味は醤油が入ってんのよ、醤油が、なるほどね、ちょっと眠いんでコーヒーです、なんとかしてこの笹あんまで行くぞ、頑張れ俺。お、ちょっとリアアーム一緒じゃない、なんかこのボールナットを左右でつけてるね、なんかずらしてるね、これなんか意味あるんだね、これ前後をレバー比での硬さを調整してるんだね、なるほどね、まずちょっとこいつを入れちゃおう、これを下から入れるのね、いやちょっとね完全空腹じゃなくなったじゃないんだけど、どら焼き1個じゃねやっぱちょっとあれだね、もうちょっとが足りないね。お腹空いた。あとねさっきすごい空腹状態、今多分糖が足りなかったなと思うとふらーっとしたもんね、入ったかな、これ入んないよこれ、これね、これね、お子さんは無理です。お子さんは入んないです。容量を得ないと中学生ぐらいでも結構きついかもね。中学生が入るかな、両手使って、えいとかやってね。小学生じゃ多分厳しいね、これ。あの意外にね、力なくてもね、この大人っていうのになっていくとね、ほら、解消っていうんですか。ね、容量を得てくる解消があるっていうじゃないですか、あれでこう意外にその力ないんだけどできたりってありますよね、うんうんって言ってる人いるでしょ。ね、自分の息子はもう自分より背高くてね、自分よりも腕相撲強くて強い力あるんだけど何かをやらせたら
自分のができたみたいなことって多分あるでしょ、あるんですよ、まあね、やっぱ生きてきた経験ですよね。さあ、そしてこの間違えそうなとこ先やろうか。すごいなこれ、たくさん12だよね、これ12だよね。これはどこまで入れるとか入ってないんだね。これは多分ね、長い方の、先ほどは短いあのねピロボールなんか使ったんですけど、今回は長いの使うんですよ全部。ちょうど頭でギリのとこだな。ああこんなとこだな。だけどこれね、予想だとここに図に書いてあるね、6の図に書いてあるぐらいのギリギリのこの芋ネジやっちゃうと多分ね、こっち負け、この樹脂の方が負けちゃう可能性があるから、締めすぎるともうちょっとね、こう反対側の面に出るか出ないとこまで多分行った方がいいよこれ、うん、こっち金属だからね、こっちは大丈夫だけど、こっちの樹脂これ結構柔らかいからあまりね、の何だろう、出っ張り優先にしちゃうときっとね、あの樹脂が死んじゃうと思う。あ、危ねえ危ねえ危ねえよ。ん A の17を入れろって書いてあるよ。 A の17って何、樹脂パーツだね多分ね。 これ A じゃないでしょ。 A の17って何、A の17っていうのは何、 A パーツを探せってこと。もうあるわ、あったあった、これか。外径がちょっと大きめのあれだね。これね、タミヤさんから出てないかもしれないけど、出てるのかな、この外径のこのワッシャーね、黒いやつはね、これタミヤさん耳塞いでください、もし見てたら。横もさんから出てますわ黒くてアルミのこのサイズのやつそしてこうだな、タミヤさんもあんのかなこれで。あとこのね、こう締め付けですけど、ほどほどにしておかないとこっちの樹脂に負けるんで、あんまりこう力任せにやらないでください。もうぐーっとある程度強い抵抗感じたらそこで止めちゃってください、うん、こっちも平行して作っていこう。うわ、なかなかの、サスアームなかなかの、これこれあれですよ、あのね、まあ、多分これが折れるなんてことはほぼほぼないと思うけど、この構造とかの短さとか屈強さ見ると、もし何かあって交換するってなると、これに対してかなりのパーツたくさん入ってるからね。1,2,3,4,5,6,7つ、7つパーツをサスピンとか覗いてよ、7つくっついてるからね、結構大変よこれ。こうして、でこの芋ネジも忘れないうちに入れちゃおう先にね。あーでもこれは先だ、こっちやっぱつけるわ。前側のワッシャー入れて、こう締めすぎないように注意ね、ほどほどに。うっうっ、はい、反対側も一緒です。これも、どうしようかな。やっぱね、そうね、指3つで結構頑張るぐらいでいいです。おい、このくらい。OK 牧場。ガッツイ始末。OK 牧場。言わなくても皆さん知ってると思うけど、ガッツポーズっていうのもあれだよね。ガッツイ始末がガッツしたから、ガッツポーズっていうようになったんだよね。ね、これ最初昔あれでも青年の時ぐらいかな、知ってかなり衝撃だった、ね、そうなのと思って、あのガッツイ始末がやったからこんなもう世に吹くね。ガッツポーズっていう言葉を知らなかった非国民だから、もうね、そのぐらいの普及してる言葉だからね、ガッツイ始末を世に言葉を残したよね、本当に。何、
リア周りだからね、こうだね。あれ、リアにサスマウントつけた？俺つけてないの？5番飛ばしてるわ、俺。5番飛ばしてる。ああ、これ空腹だから行っちゃったんだな、これ。うん、そうだ。すべて空腹が悪いんだ。でもね、おかげでちょっとめまいはなくなった。糖分取ったから。うん。あ、糖は大事だわ、人間ね。チビワッシャー使うの？チビワッシャーもなくなったんだけど。いや、俺どっかで間違えた。マジ？本当に？なんかでも間違えてたらどうしよう。そして代わりにデカワッシャーが2枚余ってんだよね。どっか俺間違えたのかな。まあいいか、ワッシャーはいっぱいあるから。あれ？なんでどっか間違えた？本当に間違えてないよね。いや俺は間違えてないぞ、絶対に。絶対に間違ってないぞ。よし、じゃあ多分ね、多分だけど、うん、袋詰め B とかからまた奪うんじゃないかな、これ。ちょっとそういうことにする、そういうことにする。もうね、袋詰め B も開けちゃう。で、最終的にもし足りなくなったらあれでしょ、自分の手持ち使えばいいんでしょ。これあれだね、どっちにしても足りなくなるね。4枚足りないね、合計。俺どっかで間違ってんのかな。とりあえず進めていくわ。おかしいぜ。とりあえずこれつけちゃおう。もうこのちょっと細かい作業は空腹には応えますな。世間はあれですか、4連休ですか。僕はね、先週 YouTube の撮影があったんで休みじゃなかったんですよ。昨日はもちろん海開きの日でしょ、お仕事だったでしょ。来週僕、まあそれは遊びに行くんですけど、矢田部アリーナでしょう。まあね、こうね、休みたいとかいうよりも、こうね、こうだらっとこうだらっとする、ね、時間って人間必要、僕は必要なんです。皆さんは必要じゃないですか。僕は必要なんです。時間はね、ないんですよ、ないんですよ、先生。そしてこれ困ったな、ちょっと待って、ワッシャーが、とりあえず、ちょっととりあえずワッシャーが足りないから、多分俺が悪いんだろうな。どっかで多く使ってるのかな。ここ2枚入ってるよね。こっちも2枚だよね。いやー、なんだろう、袋詰めシートかな。もうワッシャーはね、売るほどあるから、うん、ていうか売ってるから。でよし、もうこのサスマウントをつけたら僕は空腹で力が出ない、うん、とにかくそれ。とにかくそれ。空腹で力が出ない、僕は。そして今度は間違いないぞ、今度は間違いないぞ。裏側になるからね、間違えるんだよね。ほら、あれ、さっきボンドで止めたはずのナットはない。あ、なるほど。止めてなかったわ、止めてなかったわ、もう本当に止めてなかったわ。あれ、後ろをやってやった気になってたわ。もうこうね、滑稽でしょ、滑稽なんですよ。でこの間でもね、三浦さんがマイクブロック作ったでしょ、作ったんですよ。そういう動画がもう出てるか出てないか分かんないんですけど、やっぱりね、もうすれすぎちゃってて。説明書見ないんですよ。困った時だけ見るんですわ。で、あ、どうだったみたいなことはね、結構あるの。やっぱね、こうベテランってこうなるんですよ、どうしても、うん。自分でこう自分の経験則である程度理解しちゃえるから、生半可ね。だからそれで、あはんって勝手に思えばね、あはんって言いながら進めちゃうのよね。まあ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 、とりあえず
まあとりあえず進めちゃおうかなっていうぐらいの硬さです。重みがあるんだけど渋みとかはないので、とりあえずこれで進めます。さあ7番が終わったぞ。終わったよね。終わったはずだ。次に寝返って、これはもういいやね。いきなりサーボの取り付け、もうこれももうね無視するからいやサーボつけちゃおうかな、後でね、あの使う予定ならつけちゃおうかな、サーボはね。よし、じゃあ今日はここまでです。うん、よっしゃ、足がとりあえずリアの方、なんか なぜかリアの方がちょっとスムーズな感じが、また一緒のはずなんだけど、なんとなくしますな。シャーシとサスロアームがついた状態です。お腹空いた、ちょっとごめんなさい、お腹空きました。みんなもね、さん、いつも動画見ていただいてありがとうございます。非常に活かされております。よろしければね、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またツイッター、インスタ、フェイスブックもやっておりますので、そちらもフォローをぜひお待ちしております。